M ステ4時間半 SP 出演アーティストの楽曲解禁。なにわ男子スノーマンはドラマ主題歌を披露。テレビ朝日系の音楽番組ミュージックステーションスーパーライブ2023が22日午後6時30分から生放送。出演アーティストたちが披露する楽曲が15日解禁された。首振りダンスで話題をさらった新しい学校のリーダーズが大人ブルーストーンズはメガボルト動画再生回数1億回を突破した。こっから、そして2年ぶりの登場となるラルクアンシエルはウィンターソングの決定版スノードロップを披露する。さらにルセラフィムは TikTok でダンスが話題のアンフォーギブンフィーチャリング、ナイル・ロジャース、ジャパニーズバージョン、ストレイ・キッズは S クラス、ユズはバスケ男子日本代表選手を応援するために書き下ろしたビューティフル、なにわ男子は道枝駿佑出演ドラマの主題歌、リチ・ウィッシュ、スノーマンは目黒蓮主演ドラマの主題歌、ダンガーホリックを披露する。来週には未解禁の楽曲も発表予定。出演アーティスト、五十音順、AI、我は、愛子、星の降る日に、ストロー、あいみょん、あのね、新しい学校のリーダーズ、東京コーリング、大人ブルー、アーノ、チュ、多様性、生き物がかり、ときめき。A ウィッチ、ネネ、MARI、AI& ユリアンレトリバー、バッド B、アスタリスク TCH、美学リミックス、カンジャニエート、アンスロポス、キョコロヒー、アフターユー、キンキキッズ、シュレーディンガー。キング&プリンス、愛し生きること、ゴールデンボンバー、めめしくて2023流行語バージョン、ソーシードッグ、怪物たちよ、シンデレラボーイ、桜坂46、承認欲求、ザランページ、ソルジャーラブ、清水ミーシャ、エブリシング、ジェジュン、間違い探し、ジェネレーションズ、ダイヤモンド、スーパービーバー、儚くない。ストーンズ、こっから、ストレイキッズ、S クラス、ストレイキッズ×リサ、ソーシャルパス、フィーチャリング。リサ、スノーマン、ダンガーホリック、世界の終わり、最高到達点、ダパンプ、USA、チャンミナ、BQ。都市、都市三択、視聴者が聞きたい、令和の大ヒット曲、なにわ男子、リチウィッシュ20、パラダイス、乃木坂46、モノポリ、パフューム、ムーン、日向坂46、ワンチョイス、B、ファースト、ブンブンバック、マカロニ鉛筆、リンジューラブ、なんでもないよ、三浦大知、能動、ミキコ×ライゾマティクス×三浦大知×SP ダンサーズ×イレブンプレイ×パフューム、ユーガトー、ルペンスー、ラブクラウド、ミセス、グリーンアップル、マジック、ケセラセラ、モーニング娘、M ステ SP ユニット、モーニング娘、23&OG メンバー、SP メドレー、ザ・ピース、ウェイクアップコール、目覚めるとき、ハッピーサマーウェディング、恋愛レボリューション21、ラブマシーン、アップデーティド、山、春を告げる、ユリ、ドライフラワー、ビリミリオン、ユズ、ビューティフル、夜遊び、ビリビリ、ラルクアンシエル、スノードロップ、レディステディゴー、リトルグリーモンスター、恋人たちのクリスマス、緑黄色社会、花になって、ルセラフィム、アンフォーギブン、フィーチャリング。ナイル・ロジャース、ジャパニーズバージョン。